この世には親子とか友達とかたくさんの関係や役があって、それぞれ受け持ったり相手にそれを願ったりしてるんじゃないのかなって。役の名前も人によって全然違う言葉で言い表せて、だから私たちも師弟とか夫婦っていう役をしてるけど、でもそれに厳密にこだわる必要はないというか。君は僕のお嫁さんの役や先生の役を当てはめられるのは嫌ってこと？いえ、それはどっちかっていうと望んでます。嫌じゃないです。ただはじまりがどうであれ、役がどうであれ、私はあなたのそばにいるのが嬉しいし、あなたが私を手放せないと思ってくれるのが嬉しいと思います。嬉しい？嬉しいっていうのは、こう明日もなんとか過ごせそうだって、この思い出があればちょっと大変なことがあってもなんとかできそうだなって元気になるというか、内臓がわーっと。そうか、じゃあ今君と話せた僕は嬉しくて、ベッドに帰るのは寂しいんだね。僕は今君と夫婦の役をやるのは嬉しいと多分思ってる。だからこの役を続けてもいい？正直嫌だと言われても困るんだけど。まだ先生も続けてるんですからね。うん。